はい、こんばんは、マルボールです。ということで、8月入って今日から月曜日ということで、今日も仕事行って帰ってきました。で、Amazon でね、ちょっとポチって時間指定してたのにギリギリ間に合ったんで、ちょうど届きました。早速開けたいと思います。何を買ったかというと、じゃーん、でかっ。こんなでかいんだ。これなんて読むの？ケンシトン読み方がわかんない。マウスパッドですね。ここはゲルになってて、うわすげえ、長時間マウス握ってても手が疲れないっていうマウスパッドね。今までずっとこの平らなマウスパッドに、それこそこのゲルの代わりにこういうタオルとかを使ってたんですけど、まあさすがに働いて給料もらってることですし、まあマウスパッドぐらい快適に使えるものにした方がいいよねってことで、これ買いました。これドリキンさんとお揃いかな、ちょっと詳しいことは忘れてしまったんですけど、まあ2000円もしないんで買ってみました。というのもここ最近、Vlog 編集してて、やっぱりね、手首の疲れ感じるようになってて、でちょっと実は Vlog で紹介してない、Vlog 撮ってない期間に買ってたんですけど、マウスが縦型のやつありますよね。あれがアンカーからも出てて、しかも2000円で出てたんで、あれ速攻ポチって買って、で、ただボタン数が少ないから編集に使えないんで、今会社に持ってって使ってるんですけど、それやっぱいいね。全然こう長時間使ってても、手の角度が、手首の角度がすごいきつくないんで、全然いいんですけど、だからといってやっぱり編集できるようなボタン数の多い、そういう縦型のマウス、エルゴノミックス考えられたマウスは結構いいお値段するんですよね。だから、とりあえずこれこういうタイプのやつ買って我慢しようかなっていうところで、まあゲルが気持ちよさそうだったんで買ってみましたっていう、まあ紹介だけなんですけどね。今後はちょっとこれ使ってまた Vlog の編集頑張りたいと思います。はい、もしこれが良かったら、キーボード用のね、このゲルの部分だけでもっと長いフルキーボードサイズのやつも売ってるんで、もしこれが良かったらそれもちょっと買ってみようかなとは思ってますけど、どうでしょうか。あとね、郵便でこれ、じゃん。多分わかんないと思うけど、ちょっと表側ね、見せれない。あ、これで見せれるか。ちょっとここ住所書いてあるけど、これね、ビーズのファンクラブの開放誌ね、届きました。なんか久しぶりに届いた気がするけど、まあ、これもちょっと後でゆっくり見たいなと思います。ということで、今日は短いですがこの辺で終わりにしたいと思います。で、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。うわ、でかいでかいでかいけどめっちゃ使いやすい。これわ、これは買ってよかったかも。ちょっと待って、これこのマウスのこのマウスポインターの動きが変なのわかる？これさ、手をこうやって動かしてるだけなのに、ほら、ほらほら、こっちだと、普通に、こう、いつも通り動かせるんだけど、これ使ったら、ほら、ほらほらほら、もうどっか行っちゃった。マジで？なんか相性悪いの、これ。この、なんか面が、相性悪いのかな？そんなことある？同じマウスパッドで？確かに若干なんか違うんだよな。これ本当に大丈夫なの？てか、今のところ使い物になんないから、こうやって使おうかな。あ、これはこれでいいじゃん。ぴったしじゃん。ちょっとこれでしよう。これなんか、ご存知の方いらっしゃったら教えてほしい。マウスが、全然いいこと聞かへん、これ。これは無理だ。さあ、今日の晩ご飯は、久々ですね、この感じ。パックご飯に味噌汁、そして、サバ缶ですね。サバ缶に青汁いただきます。